日本から空路でおよそ11時間、中央アジアの国カザフスタン。砂漠地帯で暮らす遊牧民のイメージが強い国だが、首都を訪れてみると、中央アジアの国カザフスタンにやってまいりました。ここは首都のアスタナという街なんですけれども、後ろに見えていますのは首都を象徴するバイテルクタワーというタワーなんですね。面白い形をしていますね。そして周りを見てみますと高層ビルが立ち並んでいるんですね。遊牧民の国というイメージがあるカザフスタンですが、今大発展を遂げているんです。旧ソ連から独立して33年、カザフスタンは今急成長を遂げている。そのカザフスタンに道内企業6社の代表が降り立った。ウクライナ侵攻後にロシアの企業との取引が難しくなっていることから、新たな販路を求めようとやってきたのだ。急成長する国で商機を見出せるのか。今日の K ナビはカザフスタンに挑む北海道企業密着取材パート2。こんにちは、K ナビ。今週も先週に引き続き、はい、カザフスタン特集、はい、そうなんですね、取材をしていただきましたけども、はい、2回シリーズとなっておりますね、はい、改めまして今回カザフスタン入りした道内企業こちらでございます、うん、まあ、6社なんですけれども、はい、まあ、こちらの方々大きく分けて分野はですね、建設と水産に分かれるんですね、はいはい、で先週はこの建設の方をお伝えしたんですが、今日は水産に注目していきたいと思います。そしてカザフスタンという国なんですけど、はい、こちらご覧ください。内陸国なんですね。なるほど。これカスピ海ってありますけど、はい、これ世界最大の湖ですので、なるほど、海がない国に水産の方々が行ったと。しかも道内の。そうなんです、なんか行ける気がします。それだけで、はい、それだけで可能性を感じます、うん、その辺ね、見ていただきたいと思います、はい、ゲストをご紹介いたします。道南の北斗市で魚の加工用機械の製造を手掛ける太陽製作所の丸山社長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今回のカザフスタンツアーを企画運営した国際協力機構 JICA 北海道の橋本さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人には後ほど詳しくお話を伺います。まずはカザフスタンという国、どんな国なのか見ていきたいと思います。首都アスタナを離れ、道内の企業団が降り立ったのがカザフスタン最大の都市アルマトイ。天山山脈のふもとにあり、人口は190万人ほどだ。札幌と同じ北緯43度に位置し、中世にはシルクロードのオアシスとして交易が行われていた。市内最大の市場、グリーンバザール。ここに行けばカザフスタンという国がよくわかるそうなので訪ねてみた。昔シルクロードがこの隣を通ってたんで、うん、でシルクロードの隣にできたバザールなんです、はい、でこのバザールの周りに実はこのアルマティシーができたんです。こちらは肉のエリアです。肉です、はい、馬の絵がありますけど、はい、まず馬のエリアがあって、それから牛です。この次は羊です。梅肉をこのようなソーセージにして食べるのがかなりまた人気ですよ。伝わってきた当時の遊牧民の作ってた単純な料理です。内陸国のカザフスタン、主要な食材は肉だ。こちらは道民にも馴染みがある羊の肉。ただ北海道とは全く違う食べ方があるという。羊の内肉で面白いのは羊の頭。頭、一番尊敬される客さんが家に来た時には羊の頭を煮込んでそのお客さんに渡すんです。これはやっぱり料理よりもそういうセレモニーなんですよ。豚肉は食べないのだろうか。だから豚肉だけは他の肉とちょっと離れたところに置いてます。カザフスタンはカザフ系、ロシア系、ウズベク系が共存する多民族国家。イスラム教徒が7割を占めるが、服装も含め戒律は厳しくなく、市場ではイスラム教徒が食べることができない豚肉も売られている。多くの民族に配慮した社会なのだ。カザフにはたくさんの民族は住んでますけれども、その中でまた
韓国の方たちが多い。韓国というか朝鮮人ですね。ソビエトの時代にスターリンが強制的にシベリアから移住された方たちはなんと30万人以上住んでます、はい、だからこういう韓国料理のラインがあって、ね、札幌とほぼ同じ人口のアルマトイ、以前は首都だった主要都市だ。近年は大型のショッピングセンターが次々とオープンし、多くの市民はここで買い物をするそうだ。カザフスタンで生活して7年半、 JICA の村山さんに教えてもらった。ここは何ですか？これはミニソーという店で、中国、香港、シンガポール、世界中にあるチェーン店ですね。日本クオリティと歌ってますね。我々日本人知らないですよ、日本にないんで。道内でも馴染みのある専門店が集まったショッピングセンターだが、日本のチェーン店などは見当たらない。これはですね、トルコですね、トルコの服屋さんで、我々言ってみれば、トルコのユニクロのような位置づけかなと思います。こちらはショッピングセンター内のスーパー。かなりの面積がある。日本の製品は入ってきているのか？何でもありますね。何でも全部、こちら全部チーズです。いろんな国があるんですね。デンマーク、スペイン、ベラルーシ、西側から入ってくるのが多い。そうですね、やっぱ西側の方がヨーロッパ近いんでね。私暮らしてくればもうちょっと東側、特に日本のものが入ってくるとすごく嬉しいなと思います。スーパーの中で日本の製品を探してみると、醤油のコーナーにキッコーマンの文字が。こちらはおむつコーナー。ここには見慣れたメリーズが。おむつコーナーでは驚く発見が。メリーズの横に並ぶ商品、商品名は日本語で書かれているが、なんとミジュキ。即席ラーメンのコーナーにはさらに驚くネーミングが。その名もラーメンヤクザ。しっかりイラストも入っている。じゃあこちらのコーヒーのコーナーですよね。はい、そうです、はい、なんかここに武士道ってあるんですけど、はい、これ日本の製品っぽい感じですけど。そうですね、見たことはないですよね。そうですよね、これよく見るんですけれども、こういった類のもの、よく読んでみると、例えばですね、伝統的な小横棒、縦棒なのに横棒になってますね。コーヒーですね。これは誰かが日本のふりをしてこういうパッケージを書いていると。こういったものがこういったスーパーでも出回ってしまっていると。そうですね、だから逆に言うと、それだけそのカザフの現地の人も日本のものを欲していると、そういうことは言えるのかなと。日本への憧れが強いカザフスタン、求められているのは製品だけではない。ここは22年前に JICA の支援で設立した日本語学校。4人の講師が100人以上の生徒に日本語を教えている。カザフ国立大学の大学院生、オズラバエフ・スルタンさん。去年、日本語のコンテストで優勝した。子供から日本の文化と歴史が興味がありますから、だからちょっともう日本語勉強しようと思って、だからそれ日本語勉強を始めました。日本への良いイメージは、カザフスタンで販路開拓を目指す道内企業にとって追い風となるのか。企業団がまず訪れた視察先は、ラーメンヤクザに甘いっちゃいます、ね、そうですね、もうびっくりしました。そうですか、丸山社長は今回が初めて。初めてです。どうでした？いや、街並みとか建物の作りは、もうロシアにそっくりなんですけども、驚いたことに人が若いんですよね。人口ボーナス期にあるのか、もうとても人々若くて、企業の幹部クラスの方も、30代、20代なんかもいたりして、とても活気のある国でした。ああ、そうですか。丸山社長のところはロシアとの事業はされてたんですか？はい、やっぱり侵攻後かなり影響ありましたか？いや、ありますね。大体5分の1くらいまで商売が減ってしまいました。なるほど。で、新たな市場ということ で今回
そうですか、はい、いい手応えみたいなのありましたか。あ、手応えありましたね。あ、そうですか、はい、実際行った企業で視察先の企業に、うん、今すでに機械の配置図レイアウトプランを提出した先があります。あ、そこまで行きました、ね、で商社さん通じて昨日なんかも返事もありましたので手応えがあるのかなと思います。あら、幸先いいですね、期待してます。はい、さあ続いては道内企業による視察の中身を見ていきたいと思います。一行がアルマトイで最初に行ったのは三菱 UFJ 銀行のカザフスタンオフィス駐在員との意見交換。現地のビジネスの慣習について知るためだ。中小企業同士の取引がほとんどない国同士、まずは相手を知ることが重要だ。これなんでじゃあ皆さん大手が入ってこないのかっていうと、負けたら大きくないんですよね。考え方によっては大手があんまり入ってこないってことであれば、じゃあカザフスタン、いわゆる中央アジアのシェアだけを抑えに行くっていう進出の形態はあるのかなと私個人的には思います。マーケットとして大き決して大きな地区ではない、まあ、カザフスタンでいうと人口2000万人しかいません。大手の企業であってがボーンと入ってきてこう狙うようなマーケットかというとそうでもないかもしれないんですけど、中堅中小の方が出られてきてマーケットを独占するような形っていうのを作れる場所なのかなと思ってます。気候は似ているのかなと思います。北海道で培われた技術っていうのをこちらに持ってきて商売につなげるってことはあり得るのかなと思ってます。日本の中小企業にとって大きなビジネスチャンスがあるというカザフスタン。今回現地を訪れた水産関連の企業は市街地から車で1時間ほどの加工会社を目指した。その会社では魚をさばく処理から商品化まで一貫して行っている。海のないカザフスタン、どのような魚を扱いどんな作業をしているのだろうか。訪問したのは太陽製作所と札幌で養殖用の製品を製造しているフラット合成という会社、それに両社と取引がある東京の商社。事務所では会社のトップと工場長が出迎えてくれた。すべての作業工程を見せてくれるという。工場内では数人のスタッフが魚をさばいている。手作業でかなりの腕前だ。さばいている魚はというと、コイやマスなどの淡水魚、近くを流れる川で取れたものだ。結構パワフルに洗ってますね。あ、そうなんですね。作業は人海戦術かと思いきや、魚を洗う機械は導入されていた。急速冷凍し、さばいた魚を検品する作業も。冷凍した魚を箱から出して見せてくれた。表面水っていうか氷でコーティングして冷凍焼けを防いでるんですよ。日本もやってる。ところどころにある機械、どこの国で製造されたものか聞いてみると、ここの機械処理した魚の一部は加工品になっていた。冷凍食品だ。この会社ではこの製造も手掛けている。一連の作業を視察したメンバーたち、新たな取引に発展しそうな手応えはあったのか。中国のが、まあ、バイヤーが、まあ、こちらの製品を買う代わりに中国の機械を、まあ、使ってくれというような、うん、やり方をしてるんですよね。やっぱりそこのやり方はね、中国の方がお上手なのかな。バイヤーの商社とかと一緒にこうリサーチして回るっていうのも一つかもしれないですよね。はい、翌日市内のホテルで現地企業と商談するビジネスセミナーが開かれた。セミナー開催を前に現地の中小企業を支援する団体のトップがやってきた。これまで日本の中小企業との交流はほぼなかったといい、期待は大きいようだ。
Но учитывая, что где-то у нас есть схожести, да, и по климатическим, и по продуктовым каким-то, да, особенностям, я думаю, в принципе, что здесь предприниматели смогут найти общий язык. セミナーが始まるとカザフスタンの企業向けに用意されたおよそ100席はほぼ埋まった一番右側の機械が生きた卵と白卵を区別する検卵機とする検卵機という機械です札幌のフラット合成は製造している魚の養殖用の製品を紹介内陸国のカザフスタンは養殖に興味を持つ経営者も少なくない太陽製作所の丸山社長もカザフスタンの企業に向け自社の製品を PR した太陽製作所の本社どんな技術を持っているのか見せてもらったいや本当広い構造ですねこれもう各ブースでこういろんな機械を作っているという うちはあの、まあ、受注生産も多いのでね、あの一つ一つのブースで職人さんが作るというセル生産方式を取っています、はい、これはですね、はい、あのイカそうめんを作る機械イカを細切りにする機械なんですよ開いたあの、はい、生のイカを入れるとこのピッチであの細切りにして出てくるという鮭のイクラを加工する機械ですで卵巣状のイクラを入れるとあのバラバラの、はい、いわゆるバラコイクラにあの加工するというような機械ですあこれあのロシア語ですけどそうですロシア向けですか実はこれロシアに行くものになります今月出荷になります細々とですけどもロシア貿易というのを今まだ続いています、はい、ただあの、まあコロナ前のだいたい5分の1くらいの、規模になっているかなというので、コロナで減少したロシア向けの出荷は経済制裁によりさらに落ち込んだこうした理由から丸山社長は新たな販路をカザフスタンに求めているさまざまな思いで臨んだ今回のカザフスタン訪問現地の企業との商談にも力が入る қызықты жағы пищевой икра дейді ғой соның икрасын обработкасы автоматизированный а бізде ондай автоматизированный жоқ сондықтан бізге әрине ол қызықты жаңа технологиялар商談は予定時間を延長して行われた果たして新たな販路を開拓できた企業はあったのか先ほどちょっと取引の話があるんですよっておっしゃってましたけど、はい、どうなんですか？まあ、引き合いは来てはいるんですけども、やはり距離的なハードルがあります。でその中で小さな機械を送ってもお互い多分商売にはならないんですよね。なるほど。なんでちょっと大手を狙って大々的な設備でそうすると陸送機というのも、まあ、そんなに気にしなくても済むのかなというのがあります。なるほどね。だけど橋本さんVTR でもね現地の銀行の方がおっしゃってましたけどなかなか大手が参入できない、うんうん、逆に言うと、はい、中小が、カザフスタン独占できる可能性あります、うんこれまためちゃくちゃ魅力的な話ですよね、うん、そうですね、はいはい、現地で商工会議所の方ですとか、うん、中小企業を支援している機関の方々とも話したんですけども、やはりおっしゃる通り中小企業の参入の余地はすごくたくさんあるということですしまた現地でお魚を食べることが増えてるらしいんですね、はいはいはい、ですので今北海道の企業さんたち先行者利益といいますか、うんはいうん、そういうものが得られるのではないかと思いましたこの中小企業同士が、ね、取引が活発化にするためには、うん、何がこうどんな支援があったらいいと思いますか実際やられてやはり僕ら中小が、はい、一社一社手売りでいくっていうと経費的に限界があります
なんでもうちょっと大きなコンソーシアムを組んでいくとか、あとはこのこちらから売るだけじゃなくて先方の商品も買わないとやはり向こうもいい思いはしないんですよね。なるほど。でそこで商社とタッグを組んでいくとか、そういった形がいいのかなと思います。ちょっと逆になんか、あ、これは魅力的だなと思う商品ってあったんですか、あちらの国で。いや、いや、ね、ザックバラにそんなにね、ちょっとスーパーとか行けなかったんですよね。ちょっと見てもあれなかったです。いやいや、だけど確かに言われてみれば、向こうから日本の社長さん来たと言ったら、売られるばっかりじゃなくて買ってほしいって気持ちになりますよね。はいはい、この後どうですか、下さん。そうですね、はい、そうですね、やはり どれだけ現地のパートナー、いいパートナーを見つけるか、信用できるパートナーを見つけるかが大事だと思うんですよね。お知らせの後は丸山社長に今後の海外展開のビジョンを聞きます。さあ丸山さん、今後の海外展開について教えてください。はい、私たちは今まで多くの国にたくさんの機械を売ってきました。はい、でその中でもロシアというのは主力の一つでした。なるほど。今コロナ禍ですとか経済制裁によってその主力先が失われている状態にあります。なるほどね。今後はもっともっと、リスク分散の意味でも、はいはいはい、数多くの国にトライしていきたいと思います。なるほど。そんな中で、今ニーズの高まっているカザフスタン、今回いいきっかけをいただきましたので、大事にしていきたいと思います。そうですか。JICA の方はどうですか、今後の支援体制。そうですね、はい、JICA は民間企業様に使っていただける中小企業 SDGs ビジネス支援事業という支援事業を行っておりますので、ぜひですね、北海道の企業様にこちらを活用いただいて、海外進出のまた調査をですね、さらに進めていただければと思います。本当に大企業は入ってこない、そして現場を見ても、日本の製品が本当少ない。車はたくさん走ってるんですけども、スーパーマーケットとか、はい、チェーン店も少ないですし、本当にまだまだ日本企業が入れる、そういった可能性があるなと。なるほど。そういう国だなと感じましたね。飲食店なんかももっと進出してもいいかもわかんないですね。なんか中国企業はその機械も同時に売ってそれも買うよみたいな感じで、ああいうやり方やっぱうまいなと思いますか。やっぱそこはちょっと我々も今日研究しなきゃいけないかなというところですかね。カザフスタン、要注目でございます。はい、それでは K ナビ今週はこの辺で失礼します。また来週です。